野川悟生は、テレビ新広島の男性アナウンサー。東京都出身、元新潟テレビ21アナウンサー。東京で、祖父、父と2代続く、読売ジャイアンツファンの家庭に生まれる。小学校、中学校時代に、軟式野球、また、小学校時代に相撲もしていた。小学5年生から中学3年生まで関西の学校で、寮生活をしていた。中学校、 高等学校第一主教員免許。カープファンクラブ会員。少年期より、前田智則選手に憧れて育ち、8歳からという、筋金入りのカープファン。小学2年生の時、父が見ていた、巨人戦中継に映った相手チームの選手に目が、釘付けになった。白地に、赤のストライプが入ったユニフォームを華麗に着こなす、背番号1番。その選手こそ、 広島東洋カープの前田智則選手であった。視線を動かせることができず、その瞬間、野川の心は真っ赤に染まった。2013年10月3日の松田スタジアムで行われた前田智則選手の引退試合に、大学を休んで駆けつけ号泣しながら、最後の時間を見届けた時に、この球場の熱をスタジアムに来られない人たちに届けたいと、アナウンサーを目指すことを決意した。 2016年 UX 新潟テレビ21にアナウンサーとして入社。カープに携わりたい気持ちを抑えきれず、2019年1月にテレビ新広島へ移籍入社。新潟でのアナウンサー時代に結婚し、移籍してきた広島に妻を伴ってきている。野川はテレビ新広島での先輩アナウンサー加藤雅也を大学生時代に同じアナウンススクールに通って、 夢を追いかけた同志であり、野川にとって様々な意味での恩人としている。加藤も野川を大学生時代からの友人であり、共に就職活動でアナウンサーを目指し切磋琢磨した同志としている。2019年3月9日、福山市民球場で行われた横浜 DNA ベイスターズ対広島東洋カープのオープン戦で実況デビュー。解説は立川光夫。 試合は5対12でカープが解消した。ありがとうございます。